ヤマメの反応は出てきだしたんですけど、結構擦れた反応します。そしてフライのサイズもちょっと、フライじゃない、ヤマメのサイズも小さめかな、20センチあるかどうかっていうヤマメです。よいしょ、なかなか出ないですね。今日もロッドが7フィート3インチなので、ちょっとこう、おまけにリーダーも短めなので、ポジションの取り方でちょっとこう、この辺をちょっと工夫しながら釣っていこうと思います。あ、でもサイズが小さいですね。これぐらいのサイズですね。20センチないですね。でもそれでも反応が早いな。手前、ちょっとこうやってみようかな。元気がいいぞ。でもこのサイズだな。これはなんか小さい稚魚放流されたのかな。サンキュー。
なんかゴミがついちゃう。概要を CDC のスピナータイプにしました。ちょっと反応を見てみます。よし、たるみが入れる配分いかんドラグが来た。できるだけダウンで流れるようにちょっと流してみたいと思います。そこにイノがいる。出ないか、釣られたか。あ、くわえきらんかった今。いいのがいたけど今くわえなかったな。見えたんだけど、かからんかったな。ちょっとフックサイズはでもちっちゃかったな。おった、あんなとこにいたか。ちょっといいサイズ。やばいやばい。おお、今日一、そんなにバカでかくはないけど。よいしょ。ああ、いいヤマメですね。綺麗なヤマメがいました。ナイス。がっぷり食ってます。よし、サンキュー。いや、結構本振りになってきましたな。ちょっと流してみっかな。
お、食ってた。お、ちっちゃいヤマメがいましたね。反応がいいな。ちょっとも浮力が怪しくなってきだした。さすがに。なんかちっちゃいのが出るな。お、出方はちっちゃかったけど、これもヤマメですね。でもサイズはやっぱアベレージサイズのちっちゃいヤマメですね。サンキュー。